せーの、ナイススティックセイバー。別ゲー始まった。別ゲーやないかそれ。はい、スティックセイバー。どうも、エテポンゲです。よろしくお願いします。エポンでーす。よろしくお願いします。メンテでね、この前はできなくなってしまいましたが、今日はね、メンテがないよね。今日はないと思います。うん、ないと思う。ガッツリ進めて、なんでユーポンちょっとダメージ食らってるの。前回なんか誰かさんに箱殴りにされて。そうやったね。最後はもう時間ギリギリやったから。そうなんですよ。うん。最後バトって終わったね。今のところまあ相手の3勝0敗。うん、ユーポン0勝3敗。まあ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 、まだ終わってる時間じゃない。どう、負けた気分はどうだ。悔しい。まあ頑張りたまえよ。うん。絶対追いつく。次のスキルの直後で勝つから。スキルの振り方が良くないんじゃないか。ファイヤーボールが悪いってのか。うん、ファイヤーボール使わなければいけない。ファイヤーボール全振りでいこうかな。避けれるから。避けれるからあんな大きい魔法。くそ。はい、ということで今日もね、ガンガン進めていこうと思います。いくぞ。はい。あー、ここにあったか、女神像。あーおーおーおお、よし。あー、オッケー。なにこれ。全然関係ない雑魚やった。誰、さあ、アレン、これ受けようか。受けますか。うん、簡単な、手伝う。レベル3やで。お、ついに。これでもうレベル2はフルムシやな。協力。破壊された結界と、うん、時間がないのでってやつ。時間がないので。受けだ。はい、よし。結界の、かけら収集と、木のなんとかの。サーバー上チームです。ちょっと待てよ。はぁ、ふざけんなよマジで。ぶっ壊すぞこれ。これもぶっ殺すぜ。これはないわー、マジで。これ、かけら。オッケー。で、こっち。行けるとこまで行こう。とりあえず、10時半、あと30分。あと30分やけど。30分？小学生か。何これ。なんだ。え、結界を強化。どうやって強化するんだ。こいつは倒したらいいか。逃げないの。逃げないで。お、あー、これ倒したらいいんや。倒したら強化されるわ。もうず、あー、なるほどなるほど。これ緑のやつが、うん、そう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 。めっちゃ俺ないか。あれ、ま、この先やね。ここやばいな。ここめっちゃ敵おる。食らわしてやろう。神の雷しよう。強そう。ああ、強い強い強い、やっぱり強い。進もう。あれ、ここ、あ、違う違う違う、ここじゃない。進もう。
ショット。つえつえ。こっちです。あ、新しい敵がいる。強そう。逃げるんじゃない。弱かった。こっち。いた。そこや。こっちや。こっちや。これで、オッケー。よし。もう一回。おーっと。選べる。オグレ、オグバレザーパンツ。オッケー。もう一回。で、経験値カード。で、経験値カード。おいしい。で、またクエストがあるね。一緒に行く。ああ、ありますね。うん。あ、ボスか。強そうだ。今日はボス戦ないと思ってたわ。30分しかないから30分しかないからボス戦ないと思ってたわ。罠があるで、気をつけて。え、あれで罠を、罠壊します。お願いします。クソ、罠に引っかかりました。あーもう離れちゃった。あーもうちょっと移動するな。破壊の一撃を食らわしてやろうと思ったのに。いや、ちょっとあと6秒、ディレイ6、決めるで。うわ、ダイレクターダックよし、強い。よし、おっしゃ。んで、もう一回報告やね。報告で、経験値カード。あとは、あとはなんか真ん中の方にさ、チェックマークあるよな、はい、ありますね。あれ、右側にもあるよね。右側ですか。ピュンバラの丘ってところにも旗のやつ広がってる。あ、旗はあります。なんかなんやろ。まあとりあえず左行ってみるか。てか、ここやん、おるやん。あ、なるほど。いたパラディマさん、お前か。うん、訪ねてみる。ね、これ説明？え？終わりました？うん。あ、本当だ。雲出てきた？あれ、ユーポン、あれ、これ単独か。単独し、あれや、ボスや。マジか。うん、嘘。いや、やばこれ。敵めっちゃ多い。勝てる気しないんだけど。MP がない。フレームグラウンドで。いや、これはやばい。これはやばいわ。パン。あやばい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 。ノブね。勝ちました？受かった。ちょっと待って、勝てるかこれ。いや、正直めちゃくちゃ強いゴリ押し技があったからなんとかなった。いや、僕もでもファイヤー炎の陣をうまく使えば、うん、全然勝てる。魔王ジェスティが出てきた。愚か。惜しかった。オッケー。
はあ。誰？魔王ジェスティ。うん。敵？なんかボスっぽくない？ラスボス出世。なんかやばそう、うん、パラディンマスターがなんかやられてる。こうやった、うん、この私に恐れをなした。お、戻ってきた。これでまた、これで次進めってことやね。で、次話しかけて完了、うん、また報酬か。報酬で、なんかアルギスやって、アルギス。ちょ、左気になるから左ちょっと見に行こうぜ。はい。なんかさ、右下にさ、ずっと強化材料が多いようです、アイテムを強化してみてはいかがですかって出えへん。な、たまに勧められますね、僕も。なんなんこれ、自分のタイミングでやるから、そういうのは。そういうのは自分のタイミングでやるから。いやでも強化していかないとちょっと厳しいですね。あ、こっちもちょっと行ってみようか。あの方向は違うんだけどね、ストーリー方向じゃないのだけれども、そうですね、なんか行ってみたくなりますね、うん、またレベル102とかのところに。推奨レベル46、ちょっと強めやね。強いっすね。えけどさ、逆にこういうところでさ、あのレベルワンチャン上げるっていうのありじゃない？ちょっと行ってみましょう。うん、敵がいないっすね。なんか変なマークついてない、そこ。ゾウ、女神の像。ああ、これは祈っとこう。よし。祈って。どういうこと？まだあと15分あるからね。なんか上の方に一応ヌグリア聖地っていう青い旗マークはあるよね。ですね、ありますね。ちょっとあそこまず近づいてみよう、まっすぐ行って。あ、敵おるやん。ちょっと待って、ちょっと待って、強いんちゃう俺普通に。大丈夫かな。あ、ちょっと開かない名前。ユッポ、ユッポ下手したらしいね。あかん、逃げるぞユッポ。いや、逃げる。400くらったで一発。これダメじゃないですか。ちょっと待って、いや、パワーブレイクを決めればなんとかなるかもしれない。はっ、あ、いけるかも。いけた。あとは経験値がどれぐらい入ってんねやろ、これ。そんな美味しくない可能性とかもありますかね。はい。あー、そんなにかな。やっぱ100食らう。どう？入ってる？全然。美味しいんかな？微妙じゃないですか、そうでもない気が、うん、なんかねえ、はい、経験値カードとかやったらもっとさ、ガンって入るもんね。うん、メイン戻る？戻りましょうか。うん、メイン戻ろうか。なんか下手に突っ込んでいって死ぬのもなんかバカバカしいしね。そうっすよ。うん。あ、女神あるんじゃね？ありますね、このマークは。オッケー、一回帰ろうぜ、マッチ。よし。祈って、一回帰ろう。これで、今がこのターネット花園のね、次だからここに来ればいいってことね。そうっすね。うん。よし、一回、マッチ帰ろう。はい、クラベダの町に帰ろう。はあ、くそー、3時まで何にしようかな。でもどうそうか、どっちしろ夜しかまたできないか。そう、夜トスはできないからね。とりあえずちょっと経験値カード使っちゃおうか、協定に入れた分。少ないけどレベル3がね、どれぐらいいくか。とりあえずまずレベル2、1枚使っちゃいます。あ、使っちゃおう。よし。あ、レベル3何枚ある？13枚。あ、同じやね。
おお、うん、よかったよかった、行こうか、はい、おお上がった、おおめっちゃ上がるやんこれ、おいしい、34レベルクラス10、同じです、うん、オッケーオッケー、でちょっとスキル振っとこう、カーターストローク、ワゴンホイール、クラウンはちょっと微妙やったからな、ワゴンホイールでしょ、んで力を、あなたに力を、ハイランダーマスターのとこに行くんよ、あーなるほどなるほど、うん、前行ってなかったってことか、前はね、そう、前はソードマンマスターの方行ってたよ、あーそれはなんもないぞ、うん、そう、そう、それちょっとミスったから今回ハイランダーマスターにちょっと話しかけて、多分ね両手剣の装備可能解放特性みたいなのを習得すればいいんやと思う、なかったらマジでほんと、はい来た、これっしょ、武器を変更できます、武器スワップ、あ違う、両手剣使用、両手剣系の武器を着用できます、はいこれ、はい来た、特性習得中1分必要、ちょっと金床使ってみようかな、ちょっと待ってよ、行くわそっち、おえこっちの方が強い、あできてる金床で、待てばいいのかこれ、攻撃スルーだえ、壊れ、ダメじゃないこれ、ダメじゃない壊していいんすかね耐久減ったんやけどちょっと壊しちゃいますよ、ちょユポンの金床がちょ壊れそうやけど、お壊れた、あ、壊すことによって強化みたいなことな、なるほど、あ、なんか痛さ強そう、両手剣だった、かっこよくない？おーせこいなそれ、もっとさ、わかる？騎士みたいな格好したいねんけど、全身鉄、いやまだ早いっすよ、全身鉄で覆いたいんだけどもいやもう相手さんは全裸がお似合いですよまあとにかく今日はここまでやね一旦、そうっすね、うん、うわー残念だな、もうやりたいのに全然できん、やりたいのにやろ、終了します、はい、ありがとうございました、ございました。